はい、皆様こんにちは。テニスメディカルトレーニングラボの須川です。今日のテーマはですね、力むな、これでいきたいと思います。私もね、ずっと言われてます。昔ジュニアの時コーチから力むなと。しかし未だに力みますね。私が教えているジュニアにも言います、力むなと。でも私自身がまだ力んでしまう。これすごく難しいんですよね。経験上を力んでしまうと、いいショットが打てない、いいパフォーマンスができない、これ私のみならず皆さんも分かっていることだと思うんですよ。しかしなかなかこの力みが取れない。なのでこの動画を使って、そもそもなんで体っていうのは力んでしまう、力が入ってしまう、どうしたらその力みが取れる、なんで力むことによって、まあ、ショットだったりパフォーマンスにとって悪影響になるのか、こんなようなね、説明をさせていただきたいと思いますので、ぜひね、この動画最後までご覧になっていただければ、まあ、テニスをね、実際されている方もそうですし、まあ、コーチたちですよね。まあ、指導している方たちにとっても、まあ、もし、ね、生徒さんたちにこの力む話をするときに、ちょっと一つのヒントになるんじゃないかなと思うので、ぜひ最後までご覧になっていただければと思います。はい、それではですね、最初に、まあ、力の入る、まあ、仕組みですよね、構造をさらっと、さっくりとちょっと説明したいと思うんですけども、ちょっと A 使いますね。はい、こちらの写真です。すいません、ちょっと横文字なんですけども、注目してほしいのは、まあ、これ足の筋肉をね、ズバッとこう引っこ抜いてきてる絵なんですけども、ちょっと私、カタカナで書かせていただいているマッスルファイバーっていうのがあるんですけど、これ、まあ、筋繊維なんですね。で、単純に言うと、こう、どんどんこう、ちっちゃくなっていって、最後、マッスルファイバーになっていると思うんですけど、要は筋肉って繊維の集合体なんですよ。で、この繊維一本一本が、まあ、こう力を入れたり抜いたりしてくれるっていう、そんな構造になってるんですけども、続いてこちらの写真、ボンと。で、これが筋繊維一つをこう、まあ、抽出して出してる写真なんですけども、ちょっとここに私まだカタカナでアクチンっていうのとミオシンっていうのを書かせてもらったんですけど、この二つがあるんですよ。で、この二つが、まあ、こうやって並列に並んでて、まあ、ちょっと実際違うんですけど、まあ、わかりやすく説明すると、このアクチンとミオシンっていうのが、ギャッとこう、まあ、スライドしてくるんですよ。うん。これで実際に力って入ってるんですけども、なので力を入れることを、まあ、ちょっと専門用語で筋収縮って呼んでるんですね。なので、ちょっとざっくり言うと、筋肉に力を入れるっていうことは、縮んでくることなんだって、ここだけ覚えてほしいんですよ。とにかく筋肉に力を入れる、イコール縮んでくる。これです。これをちょっと覚えておいてもらいたいんですけど、例えば力こぶを作りましょうっていう時に、力こぶの筋肉って上腕二頭筋という筋肉、ここにくっついてるんですね。なので、こうやって縦についてる筋肉を縮んでくるってことは、要はこうなるということなので、力こぶを入れようと作ろうとしたら、こうしてくるんですよね。肘曲げてくる。肘伸ばして力こぶできる人いないじゃないですか。だから筋繊維伸びちゃうから。なので力を入れるっていうことは、ぎゅーっと縮めてくることだと。っていうことが力こぶでわかると思うんですよ。例えばマッチョの人がこの胸筋見せたいよっていう時にこうやる人いないですよ。グッてこうやるじゃないですか。筋繊維を縮めてくるんですよね。はい。このことから、まあ、筋肉に力を入れるっていうことは縮んでくることなんだよっていうところをちょっと踏まえておいてください。はい。ちょっとゴムチューブも使って説明したいなと思うんですけども、僕は筋肉の説明するとよくこのゴムチューブ使うんですよ。これただトレーニングのゴムチューブなんですけども、例えばこれが普通の状態の長さだとしたときに、ストレッチあるじゃないですか。伸ばしましょう。まあ要は筋肉の繊維ってこう伸びるんですよ。で、縮むんですね。はい。で、要は、ストレッチっていうのは筋繊維を伸ばしたいことなので、で、さっきも言ったように力を入れるっていうことは筋繊維縮めたいことなので、ストレッチするときに力を入れるっていうのはご法度ですよってのはこういうことなんですよ。だって伸ばしたいのに力を入れちゃったら縮む方向に走っちゃうので。なので、リラックスしてストレッチしたいなっていうときは力をギャッと抜いて伸ばす方向に入れると。で、縮めたいとき力を入れるときにギュッと入る。まあ、こんな構造になってるんですね。で、こっからがすごく重要で、じゃあテニスのスイングをするときに、皆さんはギュッと入れていきたいんですか、もしくは、まあ、要は伸ばしていきたいんですかっていう、ここのバランスになるんじゃないかなと僕は考えてて、こっからちょっと医学的というよりは完全に僕の試験っていう形になります。はい、じゃあですね、今からお話しすることは、実際の打ち方、スイングの話になって、まあ私も日夜それを考えていて、もう絶対こうだっていう答えは現時点で申し訳ないですけど、持ち合わせていないんですね。なのでちょっとこの動画見てくれている方で、いや、僕はこう考えてる、私はこう思うよっていうコメント、意見があれば、ぜひちょっと私欲しいぐらいなので、ぜひちょっとお寄せいただければなと思うんですけど、例えばフォアハンドの打点、こう、まあギュッて持ってくるじゃないですか。で、この時に僕のイメージは、ヘッドこう出して、
出していきたいんですよ。ぐーっと前に。で、ヘッドを前にギューって出していくっていうことは、構造上、肩甲骨。肩甲骨がぐーって背骨から離れていかなきゃいけないんですよ。まあ、またいつもの例で言うと、まあ、フェデラーなんですけど、こんなギューって打点前にして、こっからギューってこう前に行くと。はい。この時肩甲骨が離れていかなきゃいけないですね。要はさっきの筋肉の話で言うと、入れちゃうと縮んじゃうので、どちらかというと抜いていくって話なんですよ。抜いていく。ただし、力って打点の時に関して入れていくと。いや、例えば打点の瞬間には力入れろって多分教えてるコーチも多いと思うし、私もそうだと思うんですけど、入れていくし、抜いていかなきゃいけないっていうことが、同時に存在してるんじゃないかなと思ってるんですよ。だからバランスなんじゃないかなと。で、前面の筋肉、要は胸の方についてる筋肉と、背面、後ろの方についてる筋肉を分けたときに、絶対にこれは多分やっちゃいけないだろうと思っているのが、この前面の筋肉、胸だったり、腕の肩の前の筋肉、こちらに力を入れると、要はさっきも言ったように筋肉ってこう、縮んでくるので、例えば打点でグッと、ここに力前に入れちゃうと、当然ここが縮んでくれば、要はスイングってこうちっちゃくなっちゃうんですよね。こっから、グッと。まあこれ結構大げさにやってますけど。なので、ちょっとこれ賛否呼ぶと思うんですけども、テニスたくさんやってフォアハンドたくさん打ってこの力こうの筋肉が痛くなる選手っていると思うんですけども、個人的には打点からヘッドが前に出ていくっていうことは、先ほどで肩甲骨が背骨から離れていく、要は伸びていく作業になるので、力こうの筋肉って理論上使わない、使いすぎない方がいいんじゃないかなと思ってるんですよ、個人的には。だけどグリップが厚かったりしてワイパースイングする人ってやっぱり肘こう曲げてくるので、あとは打点の時にグッてこう腕肩を支えるために二頭筋って使われているので、まあ、それで痛くなるっていう場合はあるかもしれないんですけど、もしキャッてすぐヘッド折りたたんじゃってここが痛くなっちゃってるっていうことは力みすぎの一つの兆候かなと思うんですよ。で、さっきも言ったようにヘッドを前に出していきたいんだったら、おのずと、まあ、スイングを大きくしたい、大きくしようってわけじゃなくて、おのずと力がうまくヘッドが前に行けば、スイングがこう大きくなってくると思うんですよ。で、大きくなってくるってことは、体を大きく使うことになるので、さっきも言ったように力っていうのは入れると収縮、縮んできちゃうので、これ逆の発想なんですよ。だから、さっきも言ったように抜いてこなきゃいけないんですよ。だから自分でも言ってて、入れた方がいいのか抜いた方がいいのかってこれ混ざっちゃうんですよ。だけど入れすぎちゃうことが良くないことは分かるんですよ。結局抜いてこなきゃいけないっていうのが同時に発生しているので、なのでご自身でどんな感じの塩梅にした方がバシッと合うのかっていうところが鍵になるんじゃないかなと思ってます。はい。そして実際に力を抜こうっていう風に考えたときに、まあ考えられるやり方はまあ多分2つ。で、まずはまあ意識して抜きましょうっていう、まあ簡単に言うと脳からの指令として、まあちょっと抜きましょう抜きましょうっていうまあことを意識する。で、もう一つが、これまた皆さんもやってると思うんですけど、やっぱり息を吐く、もしくは何か言う。結局、息を止めちゃうっていうことは、体の中の圧がグッと上がっちゃうんですよ。グッと。呼吸が止まることによって。逆を言えば、呼吸を吐けば、息を吐けば、抜けていく感じなんですよね。だから力が一気にギュッて固まっちゃう、止まっちゃうことを、呼吸、もしくは何か喋ってるってことは、息を吐いてることになるので、まあ、そういったところが防げるんですね。だからまあ、テニス選手でも、まあ、無言って言えばいいのかな、ふーって息を吐くだけの選手もいれば、っていう人も、まあ、結構いると思うんですよ。で、僕は個人的にはどっちでもいいと思うんですよ。まあ、その選手やりたいようにすればいいと思うんですけど、ただ、力んじゃってる人に対するおすすめは、長く吹いた方がいいと思います。一瞬で、ハンって打つ人もいていいと思うんですけども、まあ、この動画見てくれてるぐらいですから、まあ、多分力んでることが悩んでると思うので、ただ長く使っちゃった方が、ふーんって使ってあげる方が、まあ力む方をどちらかというと防いでくれると思うんですね。で、もちろんなんか恥ずかしいとかちょっと言いづらいなっていう場合は、ふーだけでいいので、これだけでもちょっと力ってやっぱり抜きやすくなると思うんですね。で、息を吐くっていうことと力を抜いてくるってことは結構比例するので、ふーって息長く使うと、まあ大きくしたいわけじゃないんですけども、スイング自体が大きくなると思うんですよ。
で、大きく作れれば、いかようにもコンパクトに作れるので、まあ、まずは力を抜くための意識として、息を長く、もしくは何かを言うことを長く使ってもらって、スイング自体をゆとりのあるようなものにして変えてから、いや、もうちょっとここだけピークの時だけ、ぐっと入れたいよねってなったら、はっみたいな言葉というか、使い方に変えてくるっていうのはいいかなと思うので、ちょっとぜひ呼吸の使い方、まあ何かをまあ喋る、あーでもうーでもいいんですけど、まあ何かを言葉を発声する時の長さっていうのをちょっと調節することによって力みをちょっと減らそうみたいな発想で、ぜひちょっと練習してみてもらえればなと思います。はい、続いてはですね、ちょっとそれね、雑談みたいな言い方になっちゃうんですけど、まあちょっと私ね、ジュニアたち教えてる時に他のコーチもいるじゃないですか。で、その中に現役のプロの子たちも、まあ前ですけど、いたんですよ。で、彼らが、ジュニアが、何々コーチ、まあ何々プロですよね。フォアハンドの打ち方を教えてください、みたいな形を、まあそんな質問をしたら、そのプロはこう答えるわけですよ。なんだよ、お前フォアハンドでこうやってセットしてピョンって打つだけなんだよ、みたいな。だから、見てみろ、打てるだろう、みたいな感じで言うんですね。で、子供ちゃんはもちろん、クエスチョン、ね、ちょっと意味がわかりませんよ、みたいなんですけど、まあよくよくそのプロとまた、後で話すと、結局最終的にはね、感覚なんだっていうわけですよ。まあ当たり前な話なんですけど、だからこうやって僕がバー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 喋っといて、こう、まあ結末これかよっていうのもあれなんですけど、結局呼吸の使い方、力の入れ方、力み方、あと抜き方っていうのは当然全員違うんですよ。で、最終的にはやっぱり感覚なので、まあ息吐きましょうとか、まあ力入れちゃうとこうやって収縮してちっちゃくなっちゃいますねっていうところまでは言葉で説明できるんですけども、最終的には説明聞かないんですよ。もう感覚なんで、どこでどれぐらい入れて、どこでどれぐらい抜いて、どこでどれだけ離しましょうってなんてことで分からないんですね。なので、まあこの間の動画のサーブの話もそうなんですけど、結局何回も練習するしかないんですね。ただし、力み傾向の方は、まあまずは息を吐く、何かを言うっていうことと、もしその力みがある程度取れてきて、長く使えてきたら、どこにピークを持ってくるか。結局筋収縮、まあ力を入れることと抜くことはさっき言ったように混在しているので、両方必要なので、どっちがいいとか悪いとか、力を入れちゃダメっていうわけじゃないですよ。入れなきゃいけないんですよ。だからそこの、バランスですよね。バランス、塩梅。これは、いろいろ試した方がいいと思います。呼吸を長く使ったり、ちょっと息をグッてやったり、ふーって長く使ったり、ちょっと自発的に力を入れてみようとか、ちょっと抜いてみようとか、もう玉出しだったり壁打ちだったり、いろいろ試した結果、ご自身にピャッとしっくりくるところが、まあ、いずれ出てくると思うので、まあ、ご自身の感覚っていうのを大事にして、やってもらえればなと思います。はい、皆様いかがでしたでしょうか。まあ今日の話は、まあ力を入れるってことは、まあ医学的に解剖学的にはギュッとこう筋肉を縮めてくる収縮ですよと。で、テニスっていうのは入れることと抜くことを一つのショットに混在する、同時に存在していることなので、まあバランスが必要ですよと。もうその塩梅ですよね。で、その力を、まあ、基本的には抜きたいなと思う場合のおすすめは、まあ呼吸をする、まあ息を吐く、何かを言うっていうところはおすすめですよと。で、まあ、塩梅なので、最終的には感覚論ってことになるので、まあ、ちょっと入れてみたり、息を長く吐いてみたり、長く言ってみたり、逆にちょっと縮めてみたりして、ご自身が一番しっくりくる力の入れ方、もしくは抜き方っていうのを覚え込むまで、反復練習が必要ですよっていう話になります。まあ、これはもうね、力の抜き方、入れ方だけじゃないんですけど、反復練習ってことにはなってしまうんですが、まあ、ちょっと一つのね、ヒントになってくれれば、で、もちろん力みすぎな傾向が多いことは間違いないので、まあ、ぜひちょっと抜くことを覚えながらやってみてもらうと、また皆様のテニスのパフォーマンスも変わるかなと思うのと、あともう一つですね、怪我結構防げると思うんですよ。やっぱり力を一気にギュッと入れすぎちゃうと、まあ、関節だったり、腱だったり、まあ、靭帯だったりっていうところに結構負担がかかりすぎちゃう傾向があるので、ぜひちょっと力を抜くことによって体に優しいテニスのフォームっていうのも、まあ、覚えてもらえたらなと思いますので、ぜひ練習の方頑張ってやってみてください。それでは以上です。はい、皆様いつも最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。今回の力むっていうテーマはですね、すごくまあ感覚なことなので難しいことなんですね。なので私も煮詰まってないところあるので、もしですね、何か私こういう意見があるよ、こういうコメントがあるよみたいなことがあれば、ご意見の方をいただければと思います。テニスの怪我やトレーニングのことで悩んでいることがあれば、ぜひ素顔アスレチックトレーニングセンターの方までお問い合わせいただければと思います。またテニスの情報をいろいろと掲載させていただいておりますので、テニスメディカルトレーニングラボの方もぜひご参照いただければと思います。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。それでは。